マリー・ヨヴァノビッチ。マリー・ヨヴァノビッチはアメリカ合衆国の外交官。2019年12月から始まったドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領の弾劾裁判をめぐるキーパーソンの一人。アメリカ合衆国の外交官として駐キルギス大使、駐ウクライナ大使などを歴任。2019年3月に駐ウクライナ大使の任期延長を打診されていたが、同年4月末に次の航空便でアメリカ本国へ戻るよう突然指示を受ける。マリー・ヨヴァノビッチは同年5月にウクライナを離れた。この事実上の更迭の理由について、ジョン・J・サリバン国務副長官は、トランプ大統領の信頼を失ったからだと説明している。後に2018年4月の時点でトランプ大統領が支持者からの意見を聞き、マリー・ヨヴァノビッチの解任を指示していたビデオが公開されている。2019年7月、トランプ大統領はヴォロディミル・ゼレンスキー大統領との間で電話会談を行い、元アメリカ合衆国副大統領で2020年。アメリカ合衆国大統領選挙への立候補を目指すジョー・バイデン周辺を調査するように圧力をかけたとされる。2019年11月15日、ドナルド・トランプの弾劾調査が進む中で下院公聴会に出席。同年7月に行われていたトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談にて自分が批判されていたことに触れ、衝撃を受け、打ちのめされたと述べた。この証言に先立ちトランプ大統領は、赴任した場所はどこも状況が悪化したとして、ツイッターにて批判を行った。ありがとうございます。